はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。Amazon 物販を始めて、商品リサーチの段階で立ち止まる方、かなり多くいらっしゃいます。その理由として、商品リサーチを一つの作業として捉えて、一番最初に商品を探す段階から、利益も取れて、売れて、全く問題なくって、めちゃめちゃ儲かる商品探したれー、みたいな形で、いろいろな目的を一気に解決しようとしてしまうからなんですね。今回は、 商品リサーチ段階で立ち止まるリスクっていうのを排除するために解決するために商品リサーチを4つのステップに分けて細分化していく方法についてお伝えします先に結論からお伝えしますと商品リサーチはまず母数を集めるリサーチ数を集めるリサーチ次に買い付け候補を選ぶ作業3つ目に買い付け候補に選んだ商材の相場価格や画像あとは商標登録に チェックする作業そして4つ目、買い付け候補には入れたんだけれども、もっと良い商品があるのではないかと調べてみて、もしくは買い付け候補に入れた商材に何かしら払拭できない問題がある場合、別の商品と差し替えるという作業。この4つのステップに綺麗に分けて、順番こに進んでいくっていうことがポイントになります。一つ一つの作業について細かく話をしていきます。まず1つ目ボスをを集集めめるる商品リサーチといううのは単純に数を集めるっていう 具体的に話をすれば、数商品ごとに商材をいろいろなカテゴリーからちょこちょこリサーチしていくってことです。冬であればマフラーを探したとします。一つマフラーを調べたら、それに関連した商材をあと二つ三つ調べてみて、その後別のアパレル商材を調べてみたり、アパレルではない別のカテゴリーを調べてみるってことです。一つの商材だけをドバドバドバって買い付けてしまうと、総崩れになるリスクがありますので、母数を集める商品リサーチ段 かからしっかりと色々なカテゴリーに目を向けてちょこちょこちょこちょょょここここと調べていきましょうここで重要なポイントは、ステップ3で相場価格だったり商標を調べますので、一番最初の段階ではそういったことは全く気にしなくていいってことですね。言うなれば、砂金取りと同じで川底の砂をガサーッとすくい上げている段階ですから、この段階で砂金だけをすくい上げようとしたり、砂金はどこか探しながらゆっくりすくい上げているとすごく非効率的になって なってしまううといい話ですステップに買い付け候補を選ぶここまでの段階は完全に主観的に進んでしまって構いません。ここら辺に砂金があるんじゃないかと思ってガバッとすくう。すくい上げた砂の中からガサガサガサとつかみ上げていく。この段階になりますので、ここでものすごく精度を上げようと思ってもなかなか難しいです。よってここまでは量の勝負、スピードの勝負っていうふうに考えていただいていいんですが、どうしても決ま 真面目な方だとか完璧主義に陥りやすい方はこの母数を集めて買い付け候補を選ぶ段階で先の先の先のことまで考えすぎて立ち止まってしまうんですね例えて言うなら家から駅に行って駅で切符を買ってどこどこ駅まで行ってくださいという一連の作業の中で切符の買い方がわからないから家の中で引きこもっているような状況なんですねとりあえず家から駅までは行けるわけじゃないですかだから駅に行って券売機を目の前に にしてそこで初めてじゃあここのボタンを押してくださいという指示は講師も出せるわけですねしかしながら家の中で券売機の形について口頭で説明して券売機の右上にこういうふうに書いてあるボタンがあったらそこを押してくださいみたいな話し方をするとやり取りがものすごく煩雑になるだけではなく目の前に券売機があるわけではないので曖昧模ことした抽象的な意見のやり取りになってしまいます初心者のセラーの方でも歩いて家から駅 行くところまでは誰でも行けるはずなんです本来だからまずは駅に行って で、その後、券売機の使い方だとか、改札の通り方だとか、電車の乗り方だとかは、駅の中で説明をさせていただくのが一番いいって考えているんです。暗いトンネルをライトをつけて歩いていくことを想像してもわかると思います。ライトで照らせるのは、せいぜい目の前と5歩先ぐらいまでなんですね。しかしながら、10歩先、15歩先っていうのは、いつまで経っても暗闇のままです。じゃあ、どうすればいいかっていうと、今わかる。5歩を進んでいけば、その先の 5歩が明るく照らし出されてさらに5歩進んでいけばその先の5歩がようやく明るくなるわけです今いる地点から15歩先が見えないからといって地段打を踏むのではなく5歩進んだら5歩先を5歩進んだら5歩先をという形で進んでいくことが要になってきますステップ3相場価格や商標画像についてチェックするという話なんですがこの商品をお客さんがどんなキーワードで検索するだろうという検索結果の中でご自身が出そう としている商材が人気あるのか人気ある商品の傾向は何なのかっていうのをまず探っていくさらにその検索結果上だいたいいくらぐらいで売られているのかの相場価格を判断するっていう作業が大切ですただしこの相場価格っていうのは点ではありません商品っていうのはいろんな価格で似たような商品が売っているわけですから相場価格は点ではなくゾーン帯だというふうに捉えてください特に相場価格を4つの指標に分けて理想値平均 平均値、最低値、最悪値。この4つに分けていくことが大切です。詳しくは他の動画でも話していますし、また別途動画出させていただくと思うんですが、ポイントとすれば、商品リサーチ段階だと最悪いくらで売る可能性があるっていうことを頭に入れるってこと。そして実際に販売開始する際には、平均値よりもちょっと高めの強気の金額で出し始めて、よく売れなかったら広告をかけたり、クーポンをかけたり、セール価格設定を行って、金額を徐々に下げていく。 という流れが大切なポイントになります次に商標です例えばアリババで販売しようと思ってる商品に何かしらのブランド名が刻印されていた場合販売するプラットフォームアメリカアマゾンであればアメリカの特許庁にあたる USPTO の TESS というシステムでその商標があるかどうかをチェックする必要がありますその商標が商標登録データベースになかったとしてもアマゾン上でそのブランド名ですでに出している人がいるだとか そうういいった点も合わせてチェックすするる必要があるということこですねまた、アメリカアマゾンで販売する場合、最初のテストマーケティング、お試し販売については、基本的にアリババの画像をそのまま拝借して使うわけですから、アリババ上に画像が十分にあるかというのも確認する必要があります。これが画像の確認になります。そして、4ステップ目、差し替えという作業についてなんですが、商品の買い付け候補を選んだとしても、その買い付け候補がアマゾン上だ あんまりリザや取れなかった場合もしくはその買い付け候補の商品がどこを探しても別の業者の同じ商品のページを探しても画像が十分になくって商品ページが満足に作成できないという場合は別の類似品にくら替えするという作業を行いますこの際に先ほど相場価格を調べる際に利用した検索結果上でどのような傾向を持った類似商品っていうのが比較的単価が高かったりだとかよく売れているのかっていう傾向を改めて探して 探っていく必要がありますここら辺の作業について今解説をさせていただいても正直わかりづらいと思うんですよというのも今話しているのはある程度の雑貨 っくりとした大枠の話であって実際は商品 a b c が具体的にあって一つ一つの商品について個別商品ごとに解説を進めていくことが解決策になるからなんですねよって繰り返しになりますがボスを集める段階や買い付け候補を絞る段階でその後の相場価格のことや商品の差し替えの話について一生懸命考えようと思っても十歩先十五歩先の暗闇を躍起になって目視しようと思っている状況なので 実際にちょっとずつ進んでみて、一商品ごとに、個別商品ごとに、具体的に講師と話し合いを行って進んでいくことが大切です。というわけで、今回は商品リサーチを4ステップに細分化することによって、混乱したり、自信喪失に陥ることなく、着実に的確に進んでいけるという話をさせていただきました。最後までご清聴くださり、ありがとうございます。